手汗でもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。全力で来い。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまんだから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。悪いなごはん、ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。
もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あーいけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。あーそうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんなご飯のやつ。いや張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さんここだよ。ん？リンゴの木見つけたみてえだな。もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだなご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。へん、でも僕、ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞご飯。置いてかないでよ父さん。あれ、ご飯のやつどこ行っちまったんだ。ご飯と一緒に行かねえとな。もうちょっとで釣り場だかんな。やっはどうしたご飯。僕疲れちゃった、もう歩けないよ。なんだしょうがねえな。じゃ父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、いよった。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さ
さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そうよ、そうだよ。じゃあ、俺がガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの？釣り竿ないでしょ？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。オラがガキンチョの頃は尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、オラも尻尾がなくなっちまったけどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。お魚釣れるかな。よし。どんなもんで。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたらなんか腹減っちまったな。僕もちょっとお腹空いてた。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて、魚焼くかな。新鮮な魚はうめえや。僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてえに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。楽しみにしてるね。
おめえも来てたら強くなれっぞ。そんなの無理だよ。そういえばお父さんが釣りをしてた時にこんなの拾ったんだ。お、サンキューごはん。そろそろ家帰る？よし、家に帰るか。金刀よーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。金刀早い早い。こいつはオラがガキの頃からずっと乗ってんだ。帰ったぞ、父。食いもん取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、今度から気ぃつけっから。もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。
こいつはクリリンと修行した時の石だな。あん時は確かクリリンがズルして勝ったから負けたおら飯が食えなかったんだよな。お父さん、今からどこ行くの？無天老師様っちゅうオラが世話になったお師匠のとこだ。綺麗海があって楽しいぞ。そうなんだ。よし、準備できたぞ。ほれ、弁当だ。お腹が空いたら食べるだよ。サンキュー、父。父の作ったもん食ったら力がもりもり湧いてくるからな。なあ、ごはん。うん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。うわー、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ごはんまでには絶対帰るだぞ。この世には七つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。何その子？オラの子だ。
悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎゅっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずともよく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつものお楽しみを。こりゃ。わ。おう。おす。なんじゃ。しょうがねえな。おう。あ。さて、どうすっかな。
お、確かこれ亀仙人のじっちゃんが持ってたよな。今は用事を済まさねえとな。何？どう？はっはっはっは。役に立てたみてえだな。よし。え？こいつは。へへ。あ。それじゃ行ってみっか。
よし。今は用事を済まさねえとな。なあ、悟空、この子もお前みたいに強いのか？かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てえてやろうとすると怒んだ。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。ほう、手ごわそうなやつがいるな。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん、戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。チャムチリチリチャム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 チェッ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 チ
その程度か。今度は俺の番かな。で、もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま、カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。タラメだ。タラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。
惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。ぶっとやれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、おじけづいたか。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。ところで貴様、尻尾はどうした。そうだ、決めたぞ。今度の星を攻め落とした。次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できるだろう。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。
よし。ね。最強コンビ、囚われのご飯を救え。孫悟空、グズグズするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。うん、近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。ん？警戒信号が。戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？貴
決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。はい。なんてスピードだ。うわっと。貴様らが死ぬのも時間の問題だ。少しずつ攻撃を強くしていってやるぞ。どうか力が。その程度の力なら仲間にするのはやめ。ただの足手まといになりそうだな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。あれがつもりはねえさ。よっ、よっ、は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 っ、よっ
力を自在に操りやがれ。油断したな。もう掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。も
うやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様、貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。
なるほど。そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。